の、こんにちは、ロケットパンチでーす。わー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それではまずあのグループのじゃあプロフィールをちょっと簡単にねご紹介させていただきます。ロケットパンチは2019年8月にミニアルバムピンクパンチで韓国デビューしました。ウリンエンターテインメント所属の6人組ガールズグループです。そしてグループ名には退屈な日常に飛ばす新鮮な一発のパンチという意味が込められていて、ロケットパンチが生み出す新しい音楽とパフォーマンスで日常に明るいエネルギーを届けることができるようにとの願いが込められています。日本では2021年8月ミニアルバムバブルアップでデビューでございます。そのロケットパンチから今日は3人来てくれたので、はい、それでは、1人ずつあの自己紹介お願いします。はい、はい、こんにちは、ロケットパンチのリーダーヤニです。ヤニちゃんです。もうヤニちゃんは色が白い白い、ほんと白いよね。はい、私父は白大好きです。あ、ですよね。今日のお洋服も白です。確かにめちゃくちゃ似合ってます。もうあの白雪姫みたいです。 ありがとうございます。はい、このようにめちゃくちゃ日本語が上手ですね、リーダーのヨニちゃんでございます。ヨニちゃんですね、はい、さあ続いてお隣。はい、ロケットパンチのビタミンジュリです。よろしくお願いします。日本語がうまい。いやいや練習して。いや日本人じゃん練習あ、ちゃんと私に突っ込むところを与えてくれましたね。さすが芸歴長い。すごい。一応芸歴は何年になりますか、はい、ジュリちゃんは。芸歴11すごい。そんななる。あ、そうです、13からデビューしてるんで。すごいな。まあね、 AKB にいらっしゃったということですけども、はい、いや、そうかだからなんかこうやっぱりこうオンニな雰囲気が。いや全然それはもう私よりも全然年下ですけどめっちゃお姉ちゃんな感じがすごくしますもんね。はいはい、そうそうかな。そうです。そうです。そうだよ。大人っぽい。上手だな。そう。なんかだから私もあのジュリネーとか言いたくなった。ああ。ジュリネー。あ、でもそうやって言われてこなかったんで、ずっと先輩たちの下で私活動してたんで。あ、そうですか。なんか妹たちがいる環境がすごい新鮮で、うんうん、本当にあれですね。私の退屈な日常に一発のパンチが。さすが芸歴が長いところを見せつけてくれましたね。ロケットパンチ最高だなって感じで。最高です。もう髪の毛の真ん中の方からピンクがペロンと出てます。今日ポイントで。ポイントでピンクです。アポロなんです、これ。アポロチョコ。アポロっぽい、アポロっぽい。アポロの。アポロチョコっぽい。アポロチョコの。ジュリちゃんです。さあ、そしてラスト。はい。こんにちは、皆さん、ロケットパンチのいっぱい自信すんで、え、自信いっぱい、自信いっぱいすんです。逆さになっちゃって。そうですね、ちょっとね、逆さになったんですけど、はい、でも本当に日本語が上手なんですよ。日本語の先生はもちろん、じゃあジュリネーですか。はい、お隣の、はい、お隣の、あの会話が自然にできるように、うん、うん、ジュリと一緒になんか日本語で会話よくして、ジュリの先生です。はい、ジュリ先生が、じゃあ、あの日本語でやってみて違うよみたいなところはちょっと韓国語で優しく、これはこうだよって言って、もう一回日本語でやるみたいな。はい、はい、そうです。韓国でも逆もそうですよね。あ、はいはい、そうか、教えてもらうっていう。はいはい、最高。私には5人も先生がいるんで。おいおい、忙しい。この2人はどんな先生ですか。この2人、うん、ヨニとスユンですか。そうヨニはどんな先生ですか。何先生ですか。やっぱりあの、あ、韓国語の、うん、やっぱりヨニは日本語をすごく喋ってくれたんですよ。もう1日目から出会った。はい、あ、そうなん。一番日本語を最初から頑張って練習して話してくれて、なんで、うんうんうん、寄り添い型先生。寄り添い型、さすが、さすがリーダー、ヨニ寄り添い型。で、スユンはやっぱりギャル先生。ギャル先生。なんか渋いんですよ、うん、日本語も結構。あ、渋いっていうか、それなとか、なんかどっかから覚えてきて。そういえばさっきからちょっと一言ポンって言うよね。そうなんです、そうなんです。でも、でもこれはジュリアンに習ったことなので。いや嘘でもね、それな。でもその間は、間っていうか、そのそこで言うっていうポイントは教えてもらってもできるもんじゃないんですよ。あ、感覚。そうだから、スユンの感覚がすごく優れてるんですよ。ありがとうございます。そう、ありがとうございます。まあ、あの日本語では間がいいとか言いますけど、間がいい、間がいい、これはもうすごく大切なことで、タイミングがめっちゃいいっていうことなんですけど。手話間がいい。そう、間がいい、間がいい。どんな人ですかって、間がいいです。
いいですね、なんだそれっていう感じで間がいいですっていうね、そんな3人でございますけども、はい、はい、ということで、じゃあ他のメンバーもせっかくですから、ちょっとこんな何々ちゃん、こんな何々ちゃん、うん、こんな何ちゃんみたいに、ちょっとせっかくですから紹介してあげてください。じゃあ末っ子から紹介する、はい、末っ子お願いします、うん、末っ子は何ちゃんだっけ。ダヒョンという、あ、ダヒョンさんですね、はい、ダヒョンさん17歳なんですけどね。17歳、はい、2005年生まれ、はい、そうですそうです、最近じゃん、本当にそうなんです、本当に最近です、生まれたて、もう私、はい、めちゃめちゃ普通にこの仕事してましたけどねめちゃめちゃやってましたけども、はい、ダヒョンちゃんが末っ子、どんな子。音色が綺麗ですごく歌声がすごく魅力的です、大人っぽいよね、うんうん、大人っぽい。でダヒョンちゃんはちょっと中国語を喋っちゃうんですか。あ、でも英語も、はい、英語も中国語も上手です。日本語より、あ、うん、日本語よりはじゃないか、日本語とめちゃめちゃうまいけど、日本語と英語が最近上手になって、うん、すごいですね、はい、でもともと中国語もできる、はいはいはい、特技がみかんの皮アート、なんですかこれは。それは知らないです。それは知らないね。どうしたの、なんでなの、え、なんでなんでなの、なんでなのっていう感じ。ダヒョン、さあそして次はソヒ、ソヒちゃん、ソヒさん、はい、あのソヒちゃんはギャップがあるよね、はい、ギャップがあるし、そのステージでかっこいいなラップを担当している、うん、ラップ担当です。あ、はい、いいですね、ラップ難しいもんね。でもやっぱり、はい、あの K-POP のアイドルはもう必ずラップがないと、はいはい、はい、あー、なんとかなんとかでみたいな、あ全然ちゃう、やばいやばい、すいませんすいません、いやねんけど、なんか そこでちょっとこう曲の雰囲気を変えるみたいな、はいはい、そうです、エナジーがです ね、そうそう、エナジー変わっていく、それがソヒちゃんで、はい、でもこの特技剣道っていうのはみんな知ってるんですか。はい、知ってます、はい、子供の時からやってる、はい、まあ、そうです、それでちょっとギャップがある。でも、はい、笑顔が本当に可愛くて、可愛いから、ソヒちゃん可愛い、はい、このモノマネっていうのはなんかできること。ソヒはモノマネ上手なんです、はい、たくさん、どんなキャラとかアニメとか、あ、そう、全部できる。最近はあのスパイファミリーのアーニャ、はい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 、もうできるできるし、はい、なんかおじさんのモノマネっていうのもあって、ほうほうほう、結構そのモノマネのギャップも幅広い。かだからもう剣道可愛いのに、笑顔も可愛いのに、ね、ちょっと面白いこともやるし、はいはい、剣道でちょっとパーッと硬いこともやっちゃうってい う、そういうギャップの塊。さあそして続いてはユンギョンさん。はい、ユンギョン、ユンギョンさんは、ユンギョンはスユンと同い年、うんうん、あのそうそう、はい、友達なんですけど、うん、友達です、はい、はい、ユンギョンは顔が本当に綺麗です、ね、可愛い、鼻が本当に高くて、そうですね、横顔が、はい、横顔が自分でも分かってますよ、はい、いつも横顔を見せてくるの。私綺麗、はいはい、私は綺麗ですからって、ね、デビューするか時からも前からも私たちが隣でいつも君、うん、あなた綺麗、綺麗だよ、綺麗だよって、綺麗だよ、綺麗だよっていつも言ってくれて、あ、言ってあげて、うん、はい、はい、そしたらもう当然よみたいな、はい、そうなんです、太陽なじゃーみたいになっちゃう、はい、なっちゃう、なっちゃう、なっちゃいました、すごいなっちゃいましたが、さあユンギョンさんの、全部で6人のメンバーがロケットパンチでございます。はい、はい、ということで、2019年に開催されたイベント以来の来日なんですよね。今回はその東京に実はちょっと長い間いて、はい、そしてまあ関西の方に来てくれたということですけども、なんかちょっとこんないつもとは違うお仕事だけじゃなくって、こんなことしましたっていうのは何かありますか。なんか焼肉、うん、焼肉好きよね、焼肉美味しかったです。焼肉ってないもんね韓国、はい、そう、だから日本の人は韓国に行ったら焼肉があると思ってるんですけど、意外と違うんですよね、はい、そうですね、私たちの思う焼肉は韓国にはなくて、はいはい、全然違います、ね、サムギョプサルとかそうなっちゃうから、はいはいはい、美味しいんですけど、あ、じゃあ韓国の人も日本のスタイルの焼肉が大好き。はい、好きです、好きです、うん、あ、美味しかったです。もう美味しい、はい、じゃああの食べた中で美味しいなって覚えてるのはナンバーワンが焼肉。ナンバーが私はすき焼き。おお、世にはすき焼き。贅沢してるね。やば。お肉が好きなんですよね。それはね、ヨニちゃん事務所の人に大切にしてもらってるよ。そうだね。そう、コンビニの日もあるけどちゃんとすき焼きの日もあるから、まあ、よかったわ、はい、お姉さん安心しました。ね、本当に。なんかでもどっか行ったとかはないんです。浅草行きましたとかそんなのない。あ、浅草、浅草行きました。よかったやん、行って。行きましたやん。おみくり、おまくり、お祭り、お祭り、お祭りも行きました。おみくじ引いた。あ、お祭りに行っておみくじ、ね、今ごっちゃになりました、ね、いや、そうですね、お祭りって情報が。あ、はい、そうか、で、うん、お祭り、うん、違うって、おみくじ、おみくじ、おみくじ、おみくり、おみくじ、おみくじ、梅雨がまだ寝てるんで、すいません、
お祭りに行っておみくじを引いた。はい、はい、そうです。だからそれをおみくりってこれからは言ってもらえれば、ミックスしてね、ミックスしてミックスして、まあまあおみくりです皆さん、はい、ちょっと時間ない時はそうやってね、はい、そうそう、あだからおみくりしたからみたいな感じ、はい、そうですか。そしてあの久々に日本のファンの皆さんにも会えたということです。そうです、はい、そうです。どうでしたか久々の再会は、いかがでしたか。本当に楽しかったです。うん、はい、直接会えて涙流してくれるファンの方もいて、はいはいはい、女の子なんですけど、もうびっくりしたよね、感動しました。あでもなんか本当にあの本物に直接会えるっていうのはやっぱ嬉しいと思いますよ、はい、だからロケットパンチで本当に生きてるんだって言われたよね、はいはい、あそうか本当に生きてるみたいな AI アイドル的なオンラインでしか見れなかったので、みんなそれが本物だ、生きてるんだみたいな、はいはいはい、一緒だみたいなって、はいはいはい、よかったですね。よかったです。じゃあそれこそまたいいエネルギーをもらいましたね、はい、ファンの皆さんからね、はい、よかったと思います。さあそして今回来てくれたのは6月29日にジャパンファーストシングルフィオーレがリリースです。これ韓国のリリース曲とはまた違ったちょっとイメージになるのかな、ね、なんか韓国のやつね、チキタンチキタンみたいな感じでしたね。チキタンチキタンチキタンみたいな感じが、コンセプトが全然違う。あコンセプトが違う、はい、ジュリ姉さんコンセプトお願いします。テーマなどもお願いします。はい、フィオレはイタリア語で花という意味なんですけど、うん、その女の子が恋してドキドキする気持ちを私たちがお花で表現した歌になってて、さっきも言ったようにやっぱり韓国で見せる私たちの魅力と超違う魅力なんですよ、うん、やっぱりさ日本のカムバは、うん、なのでやっぱどっちも注目してほしいし、そのギャップになんかハマってほしいなって思います。あそうかね、ちょっと違うんやけどもそれが本当全部持ってる自分たちであるっていうねことやと思うんですけど、はい、あのこの曲の中では例えばヨニちゃんはどの部分が一番好きですか。今歌詞の中で、うん、あの君の愛でまた咲き続けるのっていう歌詞があるんですけど、うん、その意味が本当に美しくて好きです、うんね、あそうかちょっと元気がなかったのがあなたの愛で咲き続ける、はいいいですね、はい、それは本当にファンの皆さんに日本で直接会ったみたいなね、はい、そんな感じかなと思いますよね、はい、ジュリさんはもうさん付けしてるもんね。ジュリちゃんはどうですか。歌詞ですか、うん、歌詞でもいいし何でもいい、このフィアーレの中ではこれが一番好きっていうのは私は、うん、あの最初のスタートでイントロなんですけど、はい、私たちがお花が咲く瞬間をあの表現してる振り付けなんですよ、うん、あそうそう、なんかみんなが固まってバラバラになっていくみたいな、はいはい、ちょっとこうお花のこの形みたいに集まってるよね。そうですそうです、最初ね、はいはい、それがあのすごく印象的で、うん、やっぱその手先までみんなで合わせてスタートからそのお花が開く瞬間をすごい合わせたので私たちで、うんうん、なんでそれがなんかフィオレのすごい、まあ、第一印象じゃないですけど、うんうんうん、一番なんか表現されている振り付けかなって思うので、あなんかサビはそれぞれでその振り付けをやってるので、うんうん、それも美しいですけど、はい、私たち全員でお花が咲くのを表現してる形、そのスタイルが私はすごく好きです、うんうん、あだからあのロケットバンジーが全員で一つの大きなお花みたいにやっぱり見えるっていう、はいはい、そういう、はい、あの踊りの始まりっていうことですね、はい、そこが好きです。だってまあやっぱり自分でもあれってほら形は踊ってる時は自分たちでは見えないじゃないですか。はい、それからそれをなんか踊った後でみんなでこうモニターとかでチェックしてこれはこうみたいな風にやっていくんですか。あそうだよね、はいはい、いつも、はいはい、あそうか、その撮って、うんうん、モニタリングしながら、はいはいはい、振り付け合わせてます、はいはいはい、そうか、じゃあここがちょっと出てるからもうちょっとまとまろうとか、ヨニが、そうです、ここはリーダー、はい、リーダーです、リーダーです、そうです。そうか、じゃあそこもぜひ皆さんにはミュージックビデオとか、まあ、実際見るときには曲の最初も見てほしいということです、振り付け、はい、さあそしてスイヨンさんはいかがですか。はい、スイヨンは、うん、あの最初から最後まであの曲もそうだし振り付けも MV も全部ロケットパンチがお花になった感じで、うんうんうん、なんかしゃさ最初から最後までお花、全部お花って感じ、お花、うんうん、全部お花になった可愛いロケットパンチを、うんうんうん、笑ってきて笑って なんで笑っちゃうの。見てください。そうミュージックビデオももう花いっぱいなんですよ、はい、そこにあのお花の妖精みたいにしてみんなが出てきて、はいはい、もうひらひらパラパラするんでぜひ見ただきたい、ね、可愛いロケットパンチを見てください。そうですね、可愛いロケ、ちょっとまあだからそのなんていうかな、元気なロケットパンチではなく日本ではちょっと可愛くて可憐でちょっと清楚なっていうか、はいはい、清純なっていうか、はい、あのそんなロケットパンチをぜひこのフィオーレでは堪能していただきたいということです、まあ
そのフィオレなんですけども、ちょっとサビの部分とか、はい、ちょっとさっきちょっとヨンちゃんがちょっとだけ歌ってくれたんですけども、どんな感じなんかなみたいな、ちょっとだけ歌ってくれて、はい、しかもダンスのポイントをね、ここはこんな風ですよってちょっと見えないのが惜しいんですけれども、あ、そうです、言葉でちょっと説明をしていただけますか。はい、お願いいたします。せーの、フィオレフィオレフィオレ、深い深い赤に色づく、フィオレフィオレフィオレ、君に向け私咲き続けるの、うう、こんな感じです。ええわ、あ、長い、拍手が長い、ありがとうございます。なんていうかな、まあ、もちろんその伴奏があってもいいんですけども、やっぱりこう生のこの息遣いっていうか、はい、なんかちょっとはっみたいなのが聞こえた。特に私今あのこれヘッドホンしてるので、あ、すごくよく聞こえるからちょっとドキドキしました。ありがとうございます。さあ、そして踊りのポイントとか、はい、まあ、ここのところでもいいですし、覚えてねっていうところがあれば、またみんなが会う時に一緒にできるじゃないですか、はいはい、どこ行きましょう。サビですね、サビのところ、サビのさっき歌った私たちが歌ったとこなんですけど、はい、そのタンタンっていうそうですね、タン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 、あの手をどうし、手をまずちょっとナームみたいにしてもらって、はい、いただきます、いただきます、手をして、はい、でもペチャッとしていいんですか、これペチャッとしてもいいの、はい、はい、ペチャッとして人差し指と中指、はい、人差し指中指って開いていきます、はい、人差し指中指って、あ、それをフィオレ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 タタ、つぼみからお花が咲く、はいね、はい、ここのところがやはりポイントであるという、はい、ということです。ぜひ皆さん覚えてください。よろしくお願いいたします。もうそうですか、時間がない、わかりました。これからの活動目標を教えてください。はい、これからあの韓国デビューから3年、日本デビューから1年を迎えるということですか。そうですね、これからのルケットパンチはこうなりたいっていう、やっぱりあのキャッチのみんなをもっと幸せにしたいし、もっとたくさんの人に知ってもらいたいので、はい、まず韓国ではでもコンサートをたくさんしたいなって思うのと、うん、あと日本ではファンミーティングをまだしたことがないので、はい、その触れ合うイベント、うん、なんか会えるイベントをたくさんできればいいなと思うし、はい、歌番組などにも出れたらいいなって思うし、うん、早くもっと次のカムバをしたいので、頑張って準備していきたいと思います、はい、期待しててください。楽しみにしております。さあ、それでは最後になりました、リスナーの皆さんに一言ずつメッセージを、ね、せっかく日本語も上手な、ね、2人&ま、ジュリちゃんもいますので、一言ずつメッセージをお願いします。誰からいきましょうか。はい、はい、リーダー、はい、お聞きのケッチあ、これからもロケットパンチよろしくね。トニーでした、うん、ありがとうございます。はい、ロケットパンチのスエンです。今日も楽しかったです。これからもよろしくお願いします。ロケットパンチ愛してください。ありがとうございます。はい、スエンちゃん。そしてはい、リスナーの皆さん、今日は聞いてくれてありがとうございました。京都に来れて私たちが初めて、うん、すごくいい思い出ができました。皆さんのおかげで、日本楽しんでこれからも活動頑張りたいと思います。フィオレたくさん聞いてね。はい、ジュリちゃんでした。さあ、それではラストは、3人で曲を、新曲ですね、日本のこのフィオレ、これを振ってお別れしてください。お願いします。それではロケットパンチのジャパンファーストシングル、フィオレを聴いてください。今日はどうもありがとうございました。